皆さんこんばんは、戸田和之,之です。す、え、で、ー、に5月6日になってしまいました、えー。昨日の朝ですね、チャンピオンズリーグ準決勝1つ目、セカンドレーグ、マンチェスター市対パリサンジェルマン、7月20、5K41、初の決勝進出を決めたと、シチズンの皆さんおめでとうございます。えー、パリサンジェルマンのファンの方は残念でしたが、試合としては非常にレベルが高くて、えー、朝から ビンビンに感じながら練習に行ったんですけども恥ずかしながらその練習でえとふくらはぎを肉離してしまいまして本当はその見た試合の動画を撮ろうと思ってたんですけどまあそちらの対応に結構時間がまあまだアイシングしてるんですけどえかかってしまったりとかあとやっぱり自分も今リーグ戦始まったんで次チームのトレーニングの映像を見たり次の対戦相手の映像をもう一回見てえどんなソリューションを用意するといいかな明日の練習どんなようにすると。 選手が自信を持って試合に臨めるかなと。そんなことを考えたらですね、い付けがか,かってしまいました。だせっかく見たので、えー、撮ろうと。ち、え、ょ、ー、っとすると待ってくれている人もいるかもしれないので、今は動画を回しております。今回はあの、ワンワンのダイジェストの方に出るので、そちらで話はするんですけど、まあ、7の試合が合計で8分なので、まあ、8分だと今1分半なんですが、8分だと非常にあの限られた話にはなると思うので、なのであれば自分の まあこちらのチャンネルで話してもいいのかなと思って撮っています。で、テレビなので、まあ、オンデマンドでも見られるんですけど、まあ、カ水、もしくは木曜にヨーロッパリーグ行われてで、その試合のフ、まあ、ハイライトが、まあ、金曜なんですよね、今ね。皆さんからすると、例えば今の,このネット時代に、まあ、カ水に行われた、もしくは火曜日に行われた試合の、 まあハイライトを金曜日ってなった時にどれぐらい鮮度が保てるかっていうのが結構難しいんじゃないかなってまあ思うところもありましてだからまあなるべく早く自分からは情報提供させてもらった方がいいのかなと思って今こうやって撮っておりますとでまあワンワンご本人の方はまた金曜日に試合の映像をピックアップしながら話ができるのでまあよければそっちも見てくださいでまあ2戦通じて前半パリ後半 えー、シティっていう、まあ、そんな、おそらく、試合が2つとも行われたんじゃないかなと。っていうところで考えると、はペップ・グラリョワ監督の修正改善、まあ、ここが2試合ともに非常に重要な、えー、要素になったのかなと。で、まあ、ポジティノのパリ・サンジェルマンも、まあ、ファースト、セカンド、ちょっとね、メンツが変わってしまう、難しいところがあって。 なエンバペがいなくて、まあでもエンバペがいない中でも、パレデスがいて、ペラッティがいて、ネイマールがいて、それからディマリアがいて。で、ファーストレグでゲイが退場しちゃったんで、例えばセカンドレーだとアンデレエラが出てきてみたいな。で、後ろにはスーパースターマルキニュースがいると。キーパーのケラ・ナマスも、やっぱり、えー、決定阻止っていう意味では非常に優れたキーパーだと。レベルの高さは存分に見せたと思うんですが、2試合ともに、 後半に入ってからのマンチェスターシティの、まあ、修正対応に対しては、まあ、それをまたあひっくり返すような、えー、状況を変えるようなところまではいかなかったのかなと。左右的には、えー、選手のインスピレーション、能力、即興性、まあ、そこにかけたというか、そこがパリの強みだったんで、うまくシティにひっくり返したのかなという感じはしました。でまあ、このセカンドレグを見たときに、えー、マンチェスターシティの方は、 アンカーポジションに、えー、フェンランジーニアを置いて,てきたとちょっとここがですね、えー、ロドリがベンチにアしたはずなんでここはちょっとしたあ驚きではあったのかなと重要な試合は基本的に、えー、ロドリが出てきたと思うんでちょっと確認しますね、<laughs> ロドリが基本的にはずっとレギュラーで出てきたのでまあ、このすごく重要な重要な マンチェスター式からすると、また新しい歴史を作るぞという試合に、頼れるキャプテンを監督が選んだと。で、まあ、特に前半のところは少し、あのボール保持のところで、横パスとか、もしくは挟まれて失ってしまうというところで、フェンランジーニのところでピンチはできてしまったと思うんですけど、全体的にはすごく、まあ、監督の会見でも、試合後の会見でも、特に後半はインクレディブルだったと、素晴らしかったとっいうことも言ってまして。 まあバランサーもしくはネガティブトランションのところの強い対応ですね。強くてなおかつ賢い、クレバーな対応というところで、フェルナンジーには非常に良い仕事をしたと思いました。そういった頼れるキャプテンがまあピッチの中にいて、ピッチ上の監督みたいな感じだと思うんですけど、そういった選手を中心にシティは初の決勝進出を果たしたわけなんですけど、前半はやっぱりパリだったんじゃないかなと思いましたよね。 で、パリは、まあ、パレデスっていう選手がいて、で、ベラッティがいて、まあ、この二人の、まあ、まず個人としての、えー、まあ、例えば、プレス回避能力は、あまあ、非常に高い。で、特にベラッティなんかは、どんなか、あの、体の向きでも、平気でボールを受けられて、で、逆に相手を引きつけられるので、次の選手が不利になるみたいな、<laughs> 相手のバランスを逆に崩すところに寄与できるっていう、まあ、そんなあ、非常に優れた選手なんですけど、 まあこの選手たちがいて、マルキーニョスがいて、キ金ペンペンも球が出せると、まあ、そういうところで、えー、パリはすごくうまく、えー、シティの中盤の背後まで、ボールを持っていくシーンがかなり多かったと思うんですよね。で、その時の、えー、とパリ側の配置が、基本的にサイドバックがちょっと高めの幅を取って、でパレーデスが、まあ、アンカーポジション、4 3 3のアンカーポジションなんで。 でその選手がちょっとこう降りつつもしくはそこどベラッティとこうローテーションしながらしセンターバックの近くでボールを引き取るなりしてでまたそこにベラッティが入ってきたりってなった時のやっぱネイマールとディマリアの位置がもうウイングポジションではないんですよねハーフスペースよりもう少し内側に入ってきてあこの幅でこの角度で中から中から行くんだなっていうところがなんかちょっとポジェッティのらしいなって感じもやっぱりしまして。 で、イカンリが基本的に深さを取ってセンターバックを止めるっていうところで、えー、仕事をしたんですけど、まあ、やっぱりそういったこう位置関係の中で、まあ、バレデス・ペラッティのノが特に、えー、抜群のプレーを見せたと思うので、まあ、シティの中盤の背後までボールがスポンスポン入る場面が、まあ、特に前半の方が多かったんじゃないですかね。ですので、シティからすると、まあ、守備の時は4-4-2で入って、えー スタートのところがデブライネが前の右でベルナードが左だったんですけど多分26分ぐらいに逆に変えてますとこれは攻撃の時にゲ、えー、ンドンが左のインテリオル気味でちょっとあの自重気味でしたけどでデブライネが右に行くんでおそらくそれで右側の前で、まあ、守備に入ってたんですけどこれを途中で逆にしましたよね逆にしてなおかつ守備で戻るときはそれまではデブライネがちょっと戻ってたんですけど まあ、ベルナルドを戻した形になっているので、まあ、パリの攻撃がやはりすごくレベルが高いんで、まあ、プレッシングだけじゃ難しいということを考えたんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、少なくともこの場所が26分から変わってでそこからまたずっと続いていくって感じになったとでシティからするとある程度、攻撃でもそういったイニシアチブは取りたい取れるっていうところで まあデブライネ、ベルナルド・シューバっていうところの位置関係があったと思うんですけど、なかなか、ね、試合通しての保持率も46%だったかな、でシュートオンスはシティの方がまあ1本は待ってて、パリは14本で枠内ゼロなので、まあ、そういう意味では要はシティがシュートを打たれてるけど枠に飛ばせてない、まあ、ブロックもしてるっていうことになるんですが、確かに中盤の背後はちょっと捉えてしまったり、トランション等でうまくいかない場面はあるんですけど。 まあその後の最終ラインのまず守備対応がまあ最高でしたね、最高だったと思いますね、だからすごく難しい、特に前半は難しかったということをグラウディア監督も会見で言ってましたけど、確かに難しい、そうだなとは思って。 自分たちがある程度バランスよく放物で立ちつつ、今日はウィング外切りしてなかったんで、基本的にはしっかりこう内側から外に追い出すってことを考えたんでしょうけど、それでも中から行かれましたから、からこれはパリ側の準備というか、選手の能力とプランのところがうまくこう合わさって、すごくうまい形でこうプレス回避しながら、相手の、ね、中盤の背後をパパーンって取って、そこからドリブルでガガッと入っていくみたいな場面が多かったんですけど、 まあそこにこう後半の方がもっとしていればギャッとこうコンパクトな中でセンターワークも出たんですがまあ出られないときはもうそのままゆっくり下がりつつ、閉じて、閉じて、閉じてで外側にこうボールを追い出してあとはそのボックス近辺の守備っていうのはこれはワウワウの大事質のでちょっと映像を使ってやろうと思いますけどまあ本当にあの素晴らしかったですね。個人としての 対応に望むにあたってのチームとしての決め事、もしくはその1対1っていうものに対する考え方、<laughs> で、戻ってくる選手たちのカバーの位置、で、最終的なクロス対応、もしくはシュートブロック、これは本当にあのマスタークラスでした。<laughs> うん、でそれはもちろんあのルーベン・ディアスみたいな選手がいて、ジョン・ストーズもい,いの仕事はしましたし、<laughs> あとはやっぱりカイル・ウォーカーは頼りになるなと、<laughs> 本当に頼りになるなと。 まあネイマールのところうまくストップしたりとか前半の33分ぐらいだとフェンラン・ジーヌが中盤で横パスがずれてしまってカウンターにこう持ってかれたんですけどちょっとパスが外にずれたんですがもうフルスプリントでビャンと先に戻ってまあネイマールゴールマンに戻りつつみたいなところもありましたしあとはジンチェンコですかねえいつの間にかなんがすごくたくましくなりましてもう少しは攻撃の方法が彼のなんかこうまあ基本的な 特徴で持ち場だったんですけど守備対応のところも位置取りも対応も、まあ、ゾーン1ボックス主演で、ね、少し1対1でこう向き合わなきゃいけないときも適切な角度で立ってずるずる下がらずにやっぱボックス内に,なっ時には入らないところでシティの選手たちはみんな守備を行っているんですけど、まあ、ジンチェンコも、えー、それにしっかり沿った中ですごく良い仕事はしたなと。 ですのである時期までやっぱりカンセロがあー偽サイドバック的なあの仕事も含めてすごくあのフィーチャーされて確かにしいろんな試合で違いは出してきたんですけども、まあ、当然、相手もそこをこうスペースを埋めれて入らせないような形にしながら、まあ、通常のサイドバックの位置でもプレーをして、まあ、うまくドルトンと戦なんかもカンセロも活躍はしたんですけど。 まここ最近はその対応された中でのパフォーマンスレベルっていうところをおそらく監督も見て、まあ、今、やっぱりチームが先に進むために必要な選手はチンチンコだということで、えー、このすごく重要な試合に起用されて、まあ、しっかり期待には応えてたなとあのすごくこうちょっとエキサイとしてイエローカードをもらうみたいなところもありましたけどなんかフェンナンジーに怒られてましたがあーでも気持ちもすごく出てましたし サイドバックとしての仕事もすごく質が高くてなおかつ、まあ、先制点のままもうまく抜け出して、まあ、マイナス気味のボールをデブライネに出すみたいなところもやってましたから、まあ、非常に質が高かったなとでおそらく後半に入ってからのマンチェスターシティはもう一つプレスのポイントを高くしつつもっとこう人を捕まえに行ってましたよねですので、まあ、ベラッティとかパレデスのところが基本的にはこう 半身でもボールがフリーで持てないようなところまで出たのでただそうなるとまたネイマールが内側に入ってくるとかディマリアがっていうところの難しさは出るんですけどただそこもセンターバックが狙いながらっていうでなおかつウィングのポジションが多分前半よりもう少しこう内に入ったと思うんですよねでハイプレスの時は基本的に低めの位置でこう広がるディ、えー、アロとかあとはフロレンチのところにマフレーズとフォーディは出るんですけど ゾーンツまでこう降りてきたときはもう少しこう内側に入ってきて、ではこの前半抜かれたこの真ん中のところをしっかり6人で閉じながら、外のサイドバックのところにはサイドバックが出るっていう、多分ここを少し変えたんじゃないかなとは思いました。ですのでパリの攻撃も、まあでもそれでもうまく運んだ場面はありましたけど、前半ほどはやっぱり中盤の背後は取れなくなって、 でこの試合はやっぱエンバペがいなかったんで、えーまあ、イカルディが代わりに出たんですけど、まあ、イカルディはなんかあくまでそのネイマールとディマリアにスペースを与えるという役割だけになってしまって、彼が必要な,なんかこうタイミングで欲しいボールが来なかったので、ちょっとここはまあかわいそうだったなというか、うまくいかなかったポイントかなと思いました。でまあ、クロス対応とか、ボクス主演の守備とか、本当にシティはすごく良くて。 で、おそらくこの54分の、まあ、最終的にルベンディアスが滑ってネ、ね、イマールのシュートを遅らせて、で、その後にジンチェンコとジョンストーンズが滑ってブロックするっていうコーナーキックになるっていう。ここがこの試合のなんかハイライトだったような気もするんですけど、まあ、そこもトランション合戦にちょっとなった時に、まあ、シティがまずボールを手義陣でね、奪ったところから、フェンランジンが奪ったのかな <laughs> で、そのから出したボールが引っかかって、 で今度はパリの攻撃になるんですけどまたウォーカーがあのちょうどハーフラインの外側ぐらいで右で取ってで下げたボールがちょっと短くなってジョン・ストーンズがクリアしようと思ったボールをブロックしてそこから多分ネイマールがゴーンとドイブに入ってるんですけどまあそういったこう奪ったボールがうまくつなげないという時にもちろんピンチになることは往々にしてあってであの場面もシティからするとまずいと。グアリューロ監督の リアクションを見てても、頭抱えてしゃがみましたんで、まあ、あの瞬間にあの形でネイマールに前向きでボールを持たれたら、これはまずいってこと思うだったと思うんですよね。できるだけ最終ラインは早く勝負しすぎずに、下がりながら距離を詰めてで、ボックスの手前あたりでなるべく止まれるように、でネイマールは左から中野にガガガガガガガって運んだんですけど、まあ、ここはあの本当に秀逸だったのは、まあ、ルーベンディアスがあの自分がシュートブロックをするってよりは、 シュートをまず打たせずにもう一個外まで運ばせるってことで体を投げ出してで、その間に戻した選手が最終的にジンチェンコとジョンストーンズがもう一個運んだネイマールのシュートのところを2人でスライディングしながらしっかりこうやって、ね、壁になってボールを止めるっていうあれはね、本当にマスタークラスでしたで守備のところだけ見ても十分、あのー、楽しめる マンチェスター・シティの守備を見て楽しめるっていうでマンチェスター・シティの守備は、まあ、本当にあのすごくレベルが高いんですけど、まあ、この試合は特に今本当に大きなものがかかっているので各選手の集中力は最高レベルだったと思いますしですので瞬間的に背後を捉えてもしっかり吸収しながら対応ができたりとか、まあ、この54分の場面もそうで。 たぶん定期的にそういうちょっと背後を捉えて嫌だなっていう場面は前半も怖まって2 0になる前に多分60分過ぎあたりにも、えー、同じようなあのそれは背後中盤の背後をシティが捉えてっていう場面があるんですけどやっぱりクロスが入ってくるっていうところまでうまく。 そのままこう直結でカウンターにシュートを出せないってところで、外側にこう一度出させて、で、そこからしっかり場所を戻して、まあ、クロス対応はゾーンなんですけど、で、その場所にしっかり入りながら入ってくるボールと、まあ、入ってくる相手も見ながら対応ができるっていう。ここだけ皆さん見てもめちゃくちゃ勉強になると思うんで、よかったら見てみてください。クロス対応も。ゾーンですから。で、まあ、シュートブロックのところも、 ルーベン・ディエス中心に本当に素晴らしくて何回もあったと思うんですがこれもやっぱり的確に相手が振りかぶった瞬間にそのコースに体を差し出していくというまあ予測も入ってるんですけどそのブロックがしっかりボールの相手の正面に入っているのでゴールを校にはディフレクションが飛んでいかないというところもこれも守備の技術だと思いますから。 まあそんなところも見てもらえるといいんじゃないかなとは思いますね。でまあ2点目のところのカウンターの速さとかもまあこれはやっぱり今マンチェスター・シーが素晴らしい一つの理由だと思いますけどすごく速くて正確なカウンターだったと。特に前半なんですけどこれまあ両チーム言えるんですけどボール保持に。 どうしてもこう移行しなきゃいけなくなった瞬間にもしくはそのゴール方向とかより深い位置に運ぶっていうことじゃなくて1回こう中盤あたりでボール保持に入ったときにこれ両チームともなんですけども結構横バスとかが、まあ、引っかかるから狙われててそこからちょっと嫌な感じの簡単にこの2チームでもなるんですよねだからボール保持っていうものをどう捉えるかっていうのはやっぱりこ重要で。 できるだけ深い位置まで運んでしまった方が、まあ、カウンターの危険性はやっぱり低下するっていうところがあるんですけどこんなところも僕は見ながらすごく今のフットボールの本質の部分の難しさの部分を見た気がしますよね。で結局得点はどうやって入ったのかっていうと、まあ、やっぱりカウンターだったりするわけじゃないですか。 1>, で1本目なんか、ゴールキーパーからの1本のボールで相手の背後を取っているわけなので、それは近くからつなげるぞとで、そこからボール運ばれたら、なかなか取れないというところも前提にあっての音ですけど、やっぱり相手の背後、中盤の背後、最終ラインの背後、ゴール方向っていうのは常に意識して,て、えー、決断をして、さまざまなものがかみ合ってこう、プレーが行われたときに、やっぱゴールは決まっているという、まあ、こういうことだと思いますから、そういう意味では、すごく本当に。 緊張感高い、集中力高い、戦術レベルも高い、試合の中で修正も行われた、その中でも各選手のパフォーマンスレベルも非常に高かった、フィル・フォーデンもすごかったですね。はい、またなんかこ、彼はレベルをグッと上げるでしょうし、デブライネも素晴らしかったですし、でもやっぱりベルナルドだなと思いながら見てましたけど、やっぱりこう、いてほしいところにいて、プレスかけてほしいときにかけてくれて。 でカバーししてほしい時にちゃんとボックスでまで持ってカバーをしてでボールを持ってしっかりこう時間を作ってくれるっていうなこういったところがベルナルシーバー、この試合も素晴らしかったなとルベンディアス、素晴らしかったなとで、まあ、試合後の会見でグアルド監督はあ、まあ、コンパニーとかサバレタとかジョー・ハートとかあとはダビシルバスか、まあ、こういった選手の名前を挙げながら、まあ、これまでの歩みを振り返る感じになってましたけど。 まあこれで決勝戦進出しましたからね、シティは。まあ、あとはその相手がチェルシーかマドリーかどっちかになるかですけども、ひ、ま、ょ、あ、っとするとプレミア同士の対決になるかもしれませんし、ヨーロッパリーグのうもプレミア同士の対決になるかもしれないという意味では、まあ、今まさにプレミア全盛だということが、えー、まあ証明されている今年の、今シーズンのヨーロッパのコンペティションかなという感じがします。という感じですかね、もう20分喋っちゃったんで終わりますか。 しびれました、ね、で、そういったものから学んだものをまた皆さんにちゃんと提供できるように、しっかり噛み砕いて、自分の知識にして、引き出しを増やして、また解説業も頑張りますので、引き続きよろしくお願いします。で、僕はあのヨーロッパリーグの方の解説担当なんで、えー、まあ今日か木曜日の深い時間、金曜の早朝、アーセナル対アル i r ルを担当しますので。 そちらもぜひご覧くださいであとは金曜日の、えー、チャンピオンズリーグとヨーロッパリーグのダイジェストにもわあわので、ね、出演しますのでそちらもよかったらご覧ください、えー、それではちょっと、えー、遅くなったんで、えー、出ます明日もまたトレーニングなんで自分の選手をやっぱり成長させて自分の選手を躍動させて良いチームにして勝たせてあげたいので明日も頑張ろうと思います皆さんもまた良い一日をお過ごしください それでは、えー、マンチェスターシティ対パリサン・ジェルマン。今シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝セカンドリーグの、えー、ちょっとさ振り返りになりました。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。